メリークリスマス。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、メリークリスマス。クリスマスになりました。昨日はね、皆さんクリスマスイブで、まあね、大いに盛り上がったことだと思います。我が家は誰もいませんでした誰もいないわ。で、本日25日クリスマスなんですけれども、世の中というか日本ですね、クリスマスが24日、どっちかというとクリスマスイブからクリスマス25日にかけてうわーっと盛り上がって、多分おそらくですけれども、今日、25日私買い物に行ったら、半分ぐらいクリスマスのこう食材の残りの販売で、もう半分はもうがっちり正月に移行してると予想しております。もう切り替え早い。日本のスーパーの切り替えの速さ素晴らしいですね。そしてもうコンビニとかで恵方巻きのなんか予約受付開始とかって早い早い、まだ年明けてないとか思いながら見てましたけれども、というわけで、まあ25日今日本日クリスマスなんですけれども、今日編むものはクリスマスとはちょっと関係ないかな、ないな。本日編みたいなと思うので、こう見てわかるというアクリル毛糸を出してきました。で、まあこれからね、25日終わって明日26日からおそらく28日ぐらいに、この3日間ですね、一気に大掃除始める方もいらっしゃるかなと思うので、アクリル毛糸使って、まあアクリルたわしにもなるかなっていうものを作ろうかなと思います。で、ただアクリルたわしをね、編むのもなんかなんだと思うので、ちょっとだけ冬のものに関するものを編もうかなと。いや、ちゃんと編めるかどうか頭の中でも全然まだ編み図も何にもないんですけれど、本日編もうかなと思っているのは椿の花です。編めるかな編めるかな、今日やっていきましょう。で、今花びらの方から編もうかなと思ったんですけれど、真ん中黄色から編んでってもいいのかなと思いまして、思い立ったので黄色から編んでいこうかなと思います。まず黄色、鎖編みしていこうかな。20目編んでみました。で、ここからですよ。1つ2つ3つ立ち上がって、3目立ち上がって1、2、3で、上から数えて1、2、3、4、5、5目目ですね。5目目の裏山あたりを拾って長編み、この長編みを全部20目分裏山拾ってしていこうかなと思います。これが、椿の花の真ん中ですね。うまくできんのか、まだ頭の中でね固まってないんですけれど、こんな感じだろうぐらいでしかね思ってないので、うまくいくかどうか。これで長編みが20目できたので、要するにこれをねくる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 っと丸めて芯にしたいかなと思ってまして、あ、ということであれだな、最後は長編みじゃなくって、最後は鎖編み3目して裏山拾って引き抜き編みですね。で、このくる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 っと巻いて、これは後で留めようかな。でですね、これ裏側ですね、一番最初のこの鎖編みの方で、こっちはね長編み編んだ目の方なんですけど、裏側です、下に降りてきて、この根元側の方の、まあ、ここら辺ですね、ここら辺っていうところを拾って引き抜き編みしようと思います。で、ここから花びらをつけるために、鎖編み1に3目ぐらい編んで、この辺かな、もう真ん中までブスッと通るぐらい針入れて持ってきては、細編みしようかな。1、2、3、3つぐらい編んで、この辺アバウトだな、
真ん中まで針を入れて、真ん中までブス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 、だから3、4枚貫いた状態で糸持ってきて細編みで、また1、2、3目ぐらい編んで、この辺かな、また真ん中までうすっと刺して糸持ってきて細編み、無理無理いきますね。これで1、2、3、4つ、細編み3目あって4つできましたので、最後1、2、3目編んで一番最初の目ですね、一番最初のところをまず全部、一番最初細編みにすると多分最初細編みのとこに戻ってきて終わり。ほい。そうすると、ここで後ろで全部5箇所かな、針が通って細編みしてるので、確率こういいんじゃないかなと思います。適当です。で、ここからですね。ここからここに赤い糸つけてこうぜという。ちょっとね、普通は多分赤い方からつけてって最後に黄色だと思うんですけど、ちょっと真逆を言ってみようかなと。で、こっからですね、よいしょ、3目編んで、長々編みにしようかな。長々編み、長々編み何目編もうかな、6目ぐらいってことだ。長々編み6目でいい感じかな。で、鎖編み3目して、はい、1、同じところに降りて、これ花びら1枚目。で、隣の、このまた鎖編み3目したところに、引き抜き編みでスタート移動しまして、また鎖編み3目編んで、で、また長々編みを6目。1、2、3目編んで下に降りて引き抜き、で隣の目にも、これを花びら5枚になるまでですね、じゃ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 っとやってみたいなと思います。こんなちょっと形を整えつつ、同じ方向にね重なるようにちょっと手で押さえてあげればいいかなと思うんですけれど、見える?見えない?実はですね、私実物の椿の花をあまり見たことがないんですよ。北海道ではなかなかね、見ない花です。まず自生してないもんね。なかなか見ない花なのでね、こんな感じかなしか、ちょっとこんな感じかなしかできないんですけれど、合ってるかな合ってればいいなと。でアクリルたわしとしてちょっと洗うとかにも持ってこいかなと思ってまして、でちょっとねこうスポンジの代わりの台所にちょっとこれと白編んで、こう紅白のね椿とかでちょっと置いてあると季節感お正月っぽくていいんじゃないかなと、まあ、お正月っぽいのか椿がお正月っぽいのかどうかわからないんですけど、まあそんな感じでどうでしょうっていう、まあ、ちょっと糸始末してみよう。糸始末で、ちょっと裏側に渡したこの糸で、取りまして、ここからちょっと鎖編みしていこうかな。いいんじゃないでしょうか。こんなちっちゃいアクリルたわしでも、もしかしたらね、小さいお子さんとかね、お手伝いしたいって来たら一緒にね、これでこう、一緒に皿洗いとかね、するのも可愛いんじゃないかなと。椿なのかよくわかんなくなってきた。よくわかんなくなってきた。よくわかんなくなってきたけど、まあお花のとりあえずアクリルたわしになりましたね。はい。で、ここがね、真ん中ボコッとこう密集してるので、ここで結構洗剤じゃなくつけなくてもね、こうゴシゴシ洗えるんじゃないかなという形で、どうでしょう。一応気持ち的には椿を作りたかった。一応気持ち的には椿のアクリルたわしでございました。25日クリスマス、今日本日ですけれども、ちょっとクリスマスよりその先の行事の方
が強くなってきましたよということで、ね、新年に向けてこういうのを台所でちょっと華やかにしてみてはいかがでしょうかということで、本日はこれでおしまいにしたいと思います。はい、それではまた明日、明日もまた何か別のことをやっていこうと思います。じゃあ